クワトロは、ラテンアメリカの弦楽器である。カリブ海沿岸地方、特に、ベネズエラ及び、プエルトリコで人気が高い。起源は、スペインのギターから派生した、カナリア諸島の弦楽器、ティンプレにあると思われる。ごく近い楽器に、ブラジルのカバキーニョがある。クワトロという名前はスペイン語の4を意味するが、地域によっては4弦を超える、多弦のクワトロが存在する。 それぞれの地域におけるクワトロは名称こそ同一である。ものの、楽器としては全く違う存在である。ベネズエラにおけるクワトロは、ウクレレと類似し、ウクレレよりやや大型の弦楽器である。様々なチューニングが存在するが、一般的には A 4、A4D5F5B4 に調弦され、2フレットにカポタストを装着したウクレレと比して音源。 一弦が、オクターブ下に長弦されることとなる。なお、一部の弦が複弦となっているクワトロ、五弦を張るクワトロも一部存在する。独特の複雑なストロークでリズムを刻むことが多く、ホローポなどのベネズエラのフォルクローレで大きな役割を果たしている。また、アルパの伴奏として使われることも多い。プエルトリコのクワトロは、ギターとマンドリンの中間程度のサイズ。 500から 520mm の弦長、バイオリンに類似したボディ形状を持つ5コースの弦楽器で5本のスチール弦は順にに長弦される。ストロークにより演奏されるほか、メロディやアルペジオにより演奏されることも多い。ありがとうございます。